どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ次やっていきましょう。教室に戻るとさゆりさんが待っていた。はるかと同じく特に変わった様子もない。おはようございます。おはよう。あらあら、今日は朝から上機嫌ですね。さゆりさんでも話したりしないんだもん。本当にいいことがあったようですね。羨ましくなってしまいます。いいことがあったのは俺ですけどね。さゆりさんは今来たんですか？はい、昨日はメールに返信できず申し訳ありません。いえ、夜も遅かったので気にしないでください。一刻も早く伝えたかっただけですしね。市長からの感謝状だよ、感謝状。これってものすごいことだよね。そうですね、市に伊左衛門が認められたということですから。だよねだよね、なんといっても市長からの感謝状だもん。まあ確かにな、市長ってだけでものすごいイメージ持ってるだろう。え？違うの？否定はしないけど、そこまで舞い上がるのはどうかと思うぞ。成り行きとはいえ、伊左衛門は俺たちが作り上げたんだ。嬉しくならないわけがない。おじい様も喜んでいました。口では私が部員だから当然だなんて言っていましたけどね。孫煩悩め。喜んでくれてるならホッとするよ。次は表彰式に向けてコメントを考えないといけませんね。きっと一言ずつ聞かれますよ。じゃあ僕はゆうくんが好きって言う。では私はゆうやさんとの交際宣言でもしましょうか。本気で受けてる人がいそうなので勘弁してください。何も起こらない。たとえ写真が雑誌に掲載されたとしても、俺が3人に追及されて弁明に追われたり、かやねえに直接問いただす程度だ。定期的にいじられながらもいつも通りの毎日に戻るだろう。その頃にあのジャケットが似合う季節になるはずだ。しかし部長は？ゆうくん、どこに行くの？何事もなく授業を終えて放課後になった。俺が教室から出ようとすると、さりげなくはるかが隣に来る。部長のところにな。今日は結局会えなかっただろ。部室には昼休みに行ったけど姿はなかった。相変わらずメールの返信はないし、よくよく考えたら昨日の様子も変だった。学年が離れているせいか、気軽に様子を見に行ったりできないし、放課後になったからすれ違う前に教室まで行こうというわけだ。はるかも一緒に来るか？我慢しようかな。今日もパフォーマンスがあるから途中まで一緒に行こうと思っただけだもん。そっか、あと少しだから頑張れよ。はーい、あとは自分のお小遣いのために頑張るね。うん、その意気だ。いつものように手を振って教室から出ていくはるか。今日の朝まであった違和感も完全に消えている。やっぱり俺の気のせいだな。え、今日休みなんですか？先生は風邪って言ってたわよ。聞いてない？あ、はずみです。じゃあ今日は一度も来てないわね。役に立てなくてごめんなさい。いえ、こちらこそありがとうございました。休みだったのか。メールを返さない理由もなんとなくわかった。昨日の様子が変だったのも風の引き始めだったせいか。もしも言ってくれれば朝に様子を見に行ったんだけどな。あら、ゆうやさんも来たんですか？部長の不在を気に留めていたのは俺だけじゃないようだ。さゆりさんが教室から出た俺の姿を確認して足早でこちらまで近づく。もしかして目的は同じですか？まあその様子だと教室にはいなかったんですね。教室どころか登校していませんよ。先生の話では病欠らしいです。道理でおかしいと思いました。でも風邪なら仕方ありませんね。俺としては今後の共同研について話したかったんですけどね。ちなみにはるかもパフォーマンスで下校したので、残るメンツは俺たちだけです。あ、そうなんですか。どうかしたんですか？実は久しぶりにお菓子を作ったんです。みんなで一緒に食べようと思ったんですけど。それなら先に行ってくれればよかったのに。部長は無理でも遥かの予定はずらしたかもしれませんよ。いいんです、
どうせなら何の予定もない日に食べてもらいたいですから。でももったいないですよ。さゆりさんの手作りが無駄になる、手作りが無駄になるなんて。じゃあゆうやさんが食べてくれますか？え、僕だけですか？全部食べる必要はありませんから、一口だけでも味わってくれませんか？あー、今から部長のお見舞いに行こうと思ってたんですよね。さゆりさんのお菓子も差し入れに使うのはどうかなって提案するつもりだったんですけど。あ、すみません、そこまで気が回らなくて。いえいえ、俺のはただの思いつきですから別に気にしなくてもいいですよ。ですけど。じゃあこうしませんか、俺たちの分だけ先に物質で食べるってことで。どうせ部長の家には長居できませんし、荷物を減らすためにちょうどいいですよ。ありがとうございます。俺も久しぶりに味わいたいだけですよ。早く行きましょう。紅茶をどうぞ。お、上品な匂いがしますね。ティーバッグですけどね。安心してください、俺上等な紅茶なんて飲んだことありませんから。全員集合にはほど遠いけど久しぶりに部室で集まった。ここ最近は部室に足を運ぶ回数が減ってからやけに落ち着く。表彰式が終われば元の形に戻るだろう。で、肝心のお菓子はどこですか？何でもおいしくいただくつもりですけど。期待に添えるか分かりませんけど、今日は腕によりをかけましたよ。テーブルの上に置かれたのはスコーンだった。小皿に入った数種類のジャムを並べて俺に差した。ジャムも手作りです。好きなものをつけて食べてくださいね。だからコースあったんですね。これは心して食べなければいけません。ただのお菓子ですよ。数は少ないですけど全部味わってくださいね。頼まれなくてもそうしますよ。ほのかに漂う甘い香りが格別だ。ご無沙汰だったし、あとは全員揃えば言うことなしだったな。じゃあお言葉に甘えて、一番手前にあったいちごジャムをつけて一口食べる。おいしい。よかった、ゆうやさんの口に合うか心配だったんです。いつも作ってくれるじゃないですか。作り方でも変えたんですか？今日は隠し味の分量を変えたんです。大丈夫だと思いますけど、ゆうやさんの舌がどう感じるか心配で。どうでしょうか、雑味があったりしませんか？と言われても俺って貧乏舌ですからね。念のため今度味わいながら食べてみる。普通に甘くて美味しいですよ。いつもと同じさゆりさんのお菓子です。なら一安心ですね。でも隠し味って何なんですか？微妙に気になりますけど。そうですね、あえて言えば愛情でしょうか。実際に入れるものじゃありませんよ。そう言ってくれるのは嬉しいですけど。あら、今日もお眠ですか？すいません、昨日は全然寝てなくて、今頃になって寝不足の影響が出てきた。昼前に峠を越して今日一日は大丈夫だと思ったのに。本当に眠たそうですね。膝枕ならいつでもお貸ししますよ。いや、そういうわけにもいきませんよ。お見舞いにも行かなきゃいけませんし。大丈夫ですよ、その前に起こしてあげますから。睡魔に襲われている最中ではさゆりさんのささやきは小悪魔のようで、それでも夜にお見舞いに行くわけにいかないので、どうにか耐えようとするものの、ダメだ、眠い。まぶたの重さには耐えられない。俺は小悪魔に促されるままに横たわり、その膝枕で甘える。こうして寝るのは久しぶりですね。最近忙しかったですから。はい、でも私の前では自然体でいてくださいね。私だけのゆうやさん、あんな人になんて渡しませんからね。なんかちょっと怪しいな。優しく頭を撫でられながら眠りにつく。まぶたが閉じる瞬間までさゆりさんの笑みを目にしながら、どれだけ寝たん、なんだ今の音は、時計の音か、まあいいや、どれだけ寝たんだろうか。眠気は覚めたものの、随分と時間が経ったような気がする。
部長のお見合いにも行かないといけないのに、寝不足でダウンなんて情けない。まずは早く起きないと。あんまり遅いと先生に怒られるし、さゆりさんにも迷惑がかかる。まだ完全に起きたとは言えないけど、ここは記憶を振り絞って。おはようございます、ゆうやさん。窓の外はすでに真っ暗だった。下校する生徒の声もまばらで、間もなく正門が閉じることは容易に想像できて。って、もう夜じゃないですか。俺は慌てて体を起こし、今の状況を確認する。さゆりさん、起こしてくれる予定でしたよね。はい、正門が閉じる前にですけど。もうちょっと早めに起こしてほしかったです。さすがに今からお見舞いには行けない。ちゃんと休んでるか心配だし、後で電話して確かめよう。寝不足だったとはいえ不覚です。部長さんなら大丈夫ですよ。休むことにかけては誰にも負けませんから。そこは否定しませんけど、やっぱり心配ですよ。食事とか取っていなさそうですし。ありえそうですね。なんでしたら今からお見舞いに行きますか。やめときます。今の時間親が帰ってるかもしれませんし、部長に迷惑をかけたくありません。まだ気だるいけど睡眠不足は解消できた。お見舞いに行けなかったのは残念だけど、明日は朝一で様子を見に行こう。それよりも分かりませんか。もしも先生に見られたら、ここぞとばかりに注意されますよ。そうですね。また目をつけられたら今までの苦労が水の泡ですから。さすがにもう無理難題を続けられるのは勘弁です。手早く帰り支度をし、最後に仏の戸締まりを確認する。あれ、どうかしましたか。ああ、爪が綺麗に整えられているような気がして、もうちょっと伸びていたのに、まるで切ったばかりのように見える。私が切りましたから。え、さゆりさんが。寝ている時につい気になったので。ご迷惑でしたか。あ、いえ別にいいですけど、よく爪切りなんて持っていましたね。女の子の必需品ですから。そうだったんですね。女の子ってすごい。早く行きましょう。本当に正門が閉じてしまいますよ。あ、さゆりさん待ってください。さゆりさんを追いかけるために急いでカバンを持つ。そのまま物質の鍵を片手に出ようとするが、いって勢い余って近くのゴミ箱を蹴り飛ばしてしまう。数日前にゴミを捨てたばかりなので、大して散らかってはいないのが幸いだ。あー、今から帰るっていうのに。さすがに散らかしたままで帰るわけにもいかない。さゆりさんも待たせているので、手早くゴミを片付けていく。あれ、欲しいな。どこにも切った爪がない。ゴミ箱に転げた拍子に飛び出てもおかしくないのに。ゆうやさん、何かあったんですか。いえ、ゴミ箱を蹴っちゃっただけなので、すぐに行きます。爪自体小さいし、俺が見ようとしてるだけかもしれない。そこに落ちた可能性もあるし、ゴミ箱を漁るつもりもない。気のせいだよな。部長にも電話したいから早く帰らないと。大体は片付けたし、あとは別の機会、次の機会にしよう。まあなあ、次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。